画大石総太郎、諏訪竜神プロジェクトより、才は笠井美奈子作、絵小平陽子、諏訪の竜神様より、信濃には神無月がない。昔々毎年の10月には日本中の神様が出雲の国へ集まって国づくりの話し合いをしておりました。今でも10月のことを、神様がいなくなる地方では神無月、出雲では神有月と言います。ある年の10月、八百万の神様が出雲の神殿に集まっておりました。お社の外には松明の明かりが漏れ、神様方の笑いささめく賑やかな話し声が流れていました。明かりに照らされたお姿は、羽ばたく鳥や鹿、天狗のような長い鼻のもの、蛇やはたまた魚の形のものだと、人と異なるものも多くおります。夜も更けて、松明の明かりがさらに赤々と燃え盛った頃、イノシシのような影が動いていました。諏訪の神がまだ来ておられぬようだの。杯を手に猿のような影が首を傾けました。大事な話し合いだというのに、いかがなものか。さざ波のように志願する声が広まっていきます。困った方じゃ、本に本に。ついに出雲の神が杖を手に立ち上がり、話し合いを始めようとした時です。松明の明かりがパーッと大きく揺らめきました。あはははやれやれ、遠かったぞ。ドーン、地響きがして床が揺れ、割れるような大声が神殿に響きました。ひそひそと続いていたささやき声がピタリと静まり、八百万の神が一斉に天井を見上げました。やややや、やなんと巨大な龍でござる。おお、諏訪の神じゃ。あら、恐ろしや恐ろしや。パチパチと火の粉が外れ、神殿の梁に巻きつく岩のような龍の顔が浮かび上がりました。黒々とした目玉がぎょろりと見通し、赤い舌が動くたび、稲妻が地に走るようなありさまです。見たところお顔しか見えませんが、体はどこにあるのじゃ。震える声を引き絞り、狐のような影が尋ねました。首は八代を七巻半しておるが、体はまだ途中じゃ。尾は諏訪湖のほとりの高い松の木にかかっておる。鼻からシュッシュッと風のように息を振りまきながら竜神が申します。神殿の中は皆飛ばされるように頭を抱えたまま伏しており、みじろぎの音すら聞こえぬ始末。やっとの頃で出雲の神が顔を上げました。そのような大きな体では、ここまで来るのも一苦労であろう。いかがかな、諏訪の明神様はここまで来られなくてもよいということではない。さようなぎなことじゃ。ここで決まったことは、伝令を使わせてお伝えいたそう。さようさよう。名付き合う無数の影が松明の明かりに揺らめきました。それはありがたいことだ。よろしくお頼み申しますぞ。再び明かりがふわっと揺れ、火の粉が舞い上がりました。大きな竜の顔が天井から離れ、神殿の外へ飛び出していきました。たちまち黒雲が立ち込め、
出雲のお社にさっと大粒の雨が降ってまいります。人槌の雷を残し諏訪の龍神は諏訪の湖へと出雲を去っていきました。こうして信濃では龍神がいるので10月を神在月と言います。また龍神がオアと言ったことから諏訪市のオアという地名が高い木にかかっておるといったことから下諏訪町の高木という地名ができたと言われており、高木には御掛松が今でも残されております。